こんにちは。こんにちは。今日はピサさんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はい。小学生の頃の思い出といえば、自然教室みたいなのあるでしょ。お泊まり、はいはい、学校みたいな、はいはい、友達がバスでセールガンをねぶちまけたんですよそしたらもうバス中がセールガンの匂いになって、はい、うわーって、はい、でそのままホテルに着いて、旅館でもずっとそのセールガンの匂い取れなくて鼻の奥にも鼻の奥にずっと臭いなって思って2日間過ごしたって思ってあります。その時の記憶はね、ずーっとある。すげー臭かった、セイロガンの匂いがその時多分ね、その友達はセイロガンって多分あだ名ついてたと思う中学校になるってことですか。あ、部活やってたね。あ、卓球部、部長もやってましたね。へー、すごいですね。勉強とかはそんなにですか。あ、勉強全然できなかった、マジで。あ、そうなんですか。うん、制服のさ、学ランの、はい、ここにさ、はい、iPod みたいなの入れてさここにこうやってビーって点灯してずっとこうやって音楽聴いて授業中ですね。授業中です勉強はもう本当に嫌だった。へえ。まあそれこそ中学校3年の時に俺マジック始めたんで。ああ、そうなんですね、うん、じゃあもう一個進んで、うん、高校だとどうですか。人見知りすぎて。へえ、うん、はい、だからもう全然知らないじゃんね。地元の友達行ったんで。あ、別のクラスにね、はいはい、だから別のクラスまで行って、はい、お昼、あ、はいはいはい、お弁当食べてたりとか、へ、休み時間とか読書してたね牧原紀之がすごい大好き、僕は、はい、牧原紀之の本っていう本があるんですよ。あ、そう、それをずっと繰り返し読んでましたね、はい、その頃にはマジック覚えてたわけじゃないですか。マジック覚えてた。披露したりとかは、はい、どうやって披露するか分かんないじゃん。声かけてくれて、はい、ちょっとジャブであマジック見せて、わーみたいな、はい、そしたらその友達がほら他の人連れてきて、ちょっと見てみて、はい、あ、まあ、それで友達作ってたっていう。あ、一応ありますね、マジックできるキャラみたいな感じや。そう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 、静かなマジシャンって言われてたねめちゃくちゃ静かだったよ、はい、褒めてあげたいもん。昔ね、はい、音楽教室入ってたのよ。で、発表があるじゃん、はい、俺出れませんっつって断ったからでも当日もう服も着てんだよ、出たくないっつって泣いて恥ずかしくてってことですか。とか、そうそうそう、上がっちゃって、うん、へえ、そういうとこある。へえ。大学は行ってるんですね。大学行きましたね。情報デザイン学科っていうとこ入っててね、はい、1年の時はね、フォトショーとかね、イラレとかね、あ、そういうのちょっとやったりとかね、はい、じゃあそういうの使えるんですね。多少は使えるんじゃないかな。へえ、うん、なんかサークルとか行ってました。一応ね、軽音楽部入ってました。へえ。けど別にその、はい、何かバンド組んでとかはね、なかったね。軽音楽部の人たちと遊んでました。あ、なるほど。うん、あ、バンドといえばね、高校の時はね、ちょっと組んでたんですよ。あ、そうなんですか、うん、なんていうバンドですか。ダンシングベイビーっていう。ダンシングベイビーダンシングの C、はい、C のが S になってシングで、あ、歌う、歌みたいな。なるほど。そういうちょっとね、やつやってました。ちょっとかけて、かけて。別にオリジナルとかなかったですけどねあのモンパチとかね、銀杏とかやってました。あのコピーバンド。コピーバンドで、ね、何をやってたんですか。その時はね、ボーカルやってました。おお、そうそうそう、そういうのもありましたね。まあ、といっても、まあ、全然活動はほとんどしてないです。はいはい、うん、学生時代の得意な教科とか。いやないんだよ、得意は。俺もっと言うと、あれも悪かったもん。授業じゃなくてさ、はい、内面見るやつあるじゃん。あるもんね、落ち着きが落ち着きないみたいな苦手っていうと、基本的に苦手。理系文系で言うと、どっちかっていうとどっちですか。どっちでもないね。あの五角形のグラフみたいなさ、はい、キュッて持ちちゃう全体的に全体的に、うん、小さい頃の夢っていうと、ああ、小学校6年生の時にね、文集書いたんだけど、はいはい、その時はゲーム作りたいって言ってた。へえ。こういう台があって、で、リモコン持ってブワーンってバーチャルで、ここに人が出てきてみたいな、はい、で、ゲームするみたいな、はいはい、を作りたいって言ってた。へえ。今あるか知らんけど、はい、みたいなのを作りたいみたいなのを文集に書いてた。へえ。ゲームが好きだったってこと。いや、あんまり好きじゃなかった今までで一番笑ったことって何ですか、うん、一番笑ったこと。まあ、最近でもいいですよ。だから結構ね、忘れちゃうんだよね、なんで。あ、最近、ドキュメンタル見て笑った。はい、最近っていうと、セブンです。セブン、まあ途中だけどね。あ、はい、まだ全然見てないから、ちょっと言わないで。はい、泣いたこととか。ボヘミアン・ラプソディ泣いた。あー、僕見てないんですよね。あ、そうなんだ、あれ良かった。見たかった。オイルっていう、デジネア静岡店のオーナーがいるんですよ。はい、2年前、オイルさんの、はい、誕生日会あったんですけどね、はいはい、そこでなんか泣いちゃいましたね、僕。へえ。なんかね、
家族とかがこう集まってて、はいはい、なんかね、なんか感動したんですよ。おえつうわんわん泣いて、なぜか泣いちゃいましたね。まあ、お酒もあったしね。あ、うん、それは、まあ、僕はびっくりしましたね。自分でも、なんで泣いてんだろうみたいな。怪我とか、死にかけた。ああ、お遍路行ってヘルニアになりましたね。あれってどのぐらい歩くんですか。あれ50日、毎日、まあ、25から30キロぐらいをひたすら歩く。で、野宿、はい、登る時よりも降りる時の方が負担かかるんだけど、めちゃくちゃ、はいはいはい、調子乗ってダッシュとかでねわーとか言ってたから、ね、もうめちゃくちゃ欲しい。もう帰ってきてちょっとして、はい、なんかもう立てなくなっちゃった、うん、今はまあちょっと痛いっていうのがずっと続いてる。感知はしてないね。感知、うん、しない多分。もさせたいんだけどそうですよね、うん。後悔してることとかってありますか。後悔してることは俺ない。だって忘れちゃうしかっこいい言葉が出るかなと思って選択はさ、はい、もう一番いい選択しかしてきてないと思う、はいはい、その選択しなかったら今ないしみたいな、はい、そういうのを考えると別に後悔はないんで、あ、楽しいし今。かっこいいですね。ありがとうございます、はい、後悔はないモテ期とかってありました。モテ期、高校生1年の時とかはね、喋らんけどね、はい、知らんクラスの人とかから、ねはい、もらったりしたよ、なんかメアドとか、友達がその人となんか繋がって、はい、アドレス聞きたがってるみたいな、うん、そこはモテ期かね。そのミステリアルス作戦が効いてた。そうそうそう、多分ね。他の仕事の経験とかって。あ、バイトはね、セブンイレブンとスーパー、はい、の品出しとゲームセンター、はい、僕はもう大学3年の頃にはもうマジシャンになるって決めまして。なるほど。そのままマジシャンになっちゃいました、はい。最近見た夢とかってありますか。覚えてないしよく見る夢とかあります。あ、なんか落ちて起きるみたいな。ああ、うん、はい、全然もうすぐ忘れちゃうもん本当に記憶障害だと思うわじゃああんまり夢は記憶がないと。記憶ない。落ちる夢ぐらい。うん。